明治神宮野球場です。日本対キューバ、このゲームの模様をお送りいたします。日本の先発は右の森下、対するキューバの先発は左のロドリゲス、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の森下、マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、先頭バッターはベレス。背番号26。第9投げました。アウトコース低め、ストライク。まずは入れてきました。第2球投げました。肩のカーブ見送って、ストライク。追い込んでから第3球を投げた。打った、バットが折れた。打球はライト浅いところ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番、イグレシアス。イグレシアス、背番号。投げた、ストレートはボール。さあ次の投球、投げた、ボール。内角低め。第3球を投げた、ストレート見送ってストライク。投げた、打った、引っ張った。次が5球目、投げました、打った。村上、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。右バッターボックスにはエスカローナ。初球見送ってストライク。第2球投げました、チェンジアップはボール。投球は3球目、投げました、ストライク。次が4球目、投げました、アウトコース高めいっぱい、見逃し三振。外角高めいっぱいに決まった。左のロドリゲス、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、日本攻撃に入ります。トップバッターは柳田。第9投げました、打ちました。初球打ち、ショート正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番、坂本。第9投げた、見送ってストライク。いきなり151キロ。第2球インコース低めいっぱい、ストライク。早くも追い込まれています。追い込んで投げた、外を際どい、ボール。第4球を投げた、153キロ直球、空振り三振。バッターは3番、村上。第9投げた、外れた、ボール。第2球投げた、ツーシーム見送ってストライク。第3球を投げました、ストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目、見送ってボール。次は5球目、投げました、変化球、空振り三振。2者連続三振。ロドリゲス、上々の立ち上がりを見せています。2回の表、キューバ攻撃に入ります。先頭バッターはトレアルバ。インコース高め、ストライク。1球目ストライクから第2球投げました、打った、左中間のフライ、クリーンヒット。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。トレアルバ、ツーベース。日本先制のピンチを迎えます。バッターは5番、アロンソ。初球を打ちました、フラフラッと上がった、セカンドを落下点、取りました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。初球はストライク。第2球投げました、2球目空振り。投球は3球目、投げました、内角高め、ボール。
次が4球目。投げた。ストレートはもう。次が5球目。投げた。アウトロー際どい球。ボール。第6球を投げた。空振り三振。最後は152キロストレート。バッターは7番フリアス。初球空振り。いきなり154キロ。第2球投げた。打った。これはいい当たりだ。入れば先制だ。伸びた。伸びてライトセンター見送った。ホームラン。先制ツーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ。ストレートを完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。右バッターボックスは8番バウティスタ。セカンドバウティスタ。投げた。初球はチェンジアップ。空振り。第2球投げました。アウトコース低めいっぱい。ストライク。第3球を投げました。ボール。さあ4球目。ボール。さあ5球目。打った。取って、これで3アウトチェンジ。2回の表が終わって2対0日本先制点を奪われています。2回の裏2点を追いかけます。日本攻撃に入ります。トップバッターは鈴木。第9投げました。アウトコース。外れてボール。第2球投げました。打った。いい当たりだ。センター落下点。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは5番吉田。第9投げました。低め決まってストライク。初球ストライクから投げた。ボール。第3球ボール。第4球は打ちました。鈍いゴロ。アロンソボールを掴んだ。一塁送球アウト。これで2アウト。ランナーありません。右バッターボックスは6番山田。山田背番号1。第9初球打った。センター前に出る。取りました。これで3アウト。日本わずか3人で攻撃が終わりました。2回の裏が終わりまして2対0です。キューバ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーロドリゲス。初球空振り。少し迷ったか。第2球打ちました。落下点に入った。ファウルグラウンド。キャッチしています。バッターはトップに帰ってベレス。第1打席はライトフライに倒れています。カットボールはボール。さあ次の投球投げた。打ちました。ファウルボール。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。ストレート。タイミング合いません。第5球投げた。打った。流し打ち。ヒット。レフト前ヒットになった。ベレス、いいバッティングを見せました。左バッターボックスにはイグレシアス。最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。また牽制。タッチはセーフ。森下、再三ランナーを牽制します。投げました。これはいい当たりだ。いった。入った。入った。ホームラン。ツーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ。変化球を完璧に捉えられました。さあチームメイトからも祝福を受けます。リプレイをご覧ください。
バッターは3番エスカローナ。第9球ボール。第2球投げました、決まってストライク。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、打球が転がっている。エスカローナ一塁蹴って二塁へ、エスカローナツーベースヒット。バッターは4番トレアルバ、これが2度目のバッターボックス。投球これから2球目、決まった、ストライク。第3球を投げました、内角低めボール。第4球を投げました、ストレート見送ってストライク。追い込んでから第5球打ちました、レフトへ持っていった、ヒット。トレアルバナイスバッティングです。日本なおもピンチが続きます。第2球ストライク。第3球はボール。投球これから4球目、打った、センター落下点に入りました、取りました、ボールは中継、ホームイン。キューバさらに1点追加、5対0。バッターは6番グエンラ、今日の第1打席はスイングアウト。第2球外のボール引っ掛けた、村上バックして取ってアウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって5対0、森下この回さらに3点を失いました。3回の裏5点を追いかけます、日本攻撃に入ります。先頭バッターは近藤。第9球投げた、外角高めいっぱい、ストライク、まずは見送りました。第2球投げた、見送ってストライク。投球は3球目投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。ここは3球三振に終わりました。第9球外れた、ボール。第2球投げた、振っていきましたがかすっただけ。第3球を投げた、速球ストライク、低め。第4球を投げました、ボール。投球これから5球目打った。第6球を投げました、流し打ち、どうだ、これはヒットになります。甲斐いいバッティングを見せました。バッターはピッチャー森下。第9球投げました、速球ストライク、インローへ。第2球投げました、インロー際どい球、ボール。第3球は膝元、スライダーは外れてボール。次は4球目投げました、外角外れてボール。第5球投げた、決まった、ストライク。さあ6球目打ちました、あっと引っ掛けた、これは打たされてサードフライ、サード取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9球投げた、アウトコース高め、ストライク、まずは見送りました。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、アウトコース低め、ストレートは外れてボール。第3球を投げた、ボール。次は4球目投げた、打ちました、これはキャッチャー間に合いません、ファウルボール、タッチセーフ。さあ5球目打ちました、ピッチャー真正面、アロンソ取った、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー甲斐残塁に終わりました。序盤終了しまして5対0です。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターはフリアス、今日2打点を挙げています。投球これから2球目ボール、アウトコース高め。
第3球を投げました。3球目ストライク。第4球を投げました。空振り。タイミング合いません。第5球投げました。流し打ち。村上ボールを取る。サードから一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスはバウティスタ。第1打席はファールフライに倒れています。見送ってストライク。第2球投げました。打った。キャッチャー落下点に入りました。バックネットの前でボールをつかみました。バッターはピッチャーロドリゲス。ロドリゲスボール。第2球投げました。アウトコース高め。チェンジアップ外れてボール。第3球を投げた。決まった。ストライク。投げた。決まってストライク。さあ5球目打ちました。ボールはライナーで左中間へ。ヒット。ボールは中継。ロドリゲスナイスバッティングです。打順は1番に帰ってベレス。ストライク。いきなり155キロ。一塁牽制。一塁タッチセーフ。第2球投げた。ストレートはボール。第3球を投げた。3球目空振り。追い込んでいます。次は4球目投げた。外角低め。直球は外れてボール。第5球投げました。インコース低めいっぱい。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。4回の表が終わって5対0、キューバ無得点で終了です。日本この回は上位打線から始まります。先頭バッターは坂本。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました。見送ってボール。投球はこれから3球目。まっすぐ見送ってストライク。第4球を投げました。打ちました。追い込んで投げました。低め。空振り三振。最後は力でねじ伏せられました。バッターは3番村上。今日の第1打席はスイングアウト。投げました。見送ってストライク。第2球投げた。ボール。低め。第3球を投げた。打った。ヒット。村上いいバッティングを見せました。バッターは4番鈴木。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げた。ジャストミート。2塁フォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。ロドリゲス、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。キューバこの回は2番からの好打順。トップバッターはイグレシアス。今日2打点を挙げています。第2球投げた。カットボールはボール。第3球を投げた。ボール。第4球を投げました。打ちました。ふわふわっと上がった。山田余裕があります。セカンドキャンパスの横取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番エスカローナ。今日3打席目。打ちました。打球の行方には第2球ご注意ください。投げました。危ない球。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打ちました。これは打たされてピッチャーフライ。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは4番トレアルバ。内角高め見送ってストライク。いきなり150キロ。第2球投げました。打ちました。当たり損ない。坂本掴んだ。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。
森下、この回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって5対0です。5回の裏、日本攻撃に入ります。この回のトップバッターは吉田。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投球これから2球目、打ちました。あっと右中間、どうだ、ヒットになります。吉田ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。第9球投げた、ボール。第2球投げた、リンローギリギリいっぱい、ストライク。第3球を投げた、打った。グエンラボールを掴んだ、一塁送球、ロドリゲス取ってアウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。第1球投げた、初球から打ってった、セカンドの右、一塁送球アウト。日本なおもチャンスが続きます。さあチャンスが広がって、はい、第1球投げた、ストライク。いきなり155キロ。1球目空振りから第2球スライダー目を切ってストライク。バッター追い込まれました。投球は3球目、投げました、ボール。外角低め。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、打ちました、ファール。第7球を投げました、外れた、フォアボール。ピンチヒッターは浅村に代わりまして、浅村背番号3。第9球ツーシーム見送ってストライク。いきなり151キロ。第2球投げた、打った、センターへ持っていった、ヒット。ボールは中継、日本ようやく1点を返しました。打順をトップに帰って柳田。第9球スライダー、ボール。第2球見送ってストライク。投げた、ボール。次は4球目投げた、ストライク。さあ5球目打ちました、掴んで、これで3アウトになります。前半が終わりまして5対1、日本この回1点を返しました。森下降板、マウンド上ピッチャーは岩崎。今日2人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。これはしっかりキャッチしていました。投球これから2球目、打った、坂本交代、センターの前、ワンバウンドヒット。アロンソ、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは6番グエンラ、今日は三振とサードフライ。第2球投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーで右中間へ、センター前のヒットになります。ボールは中継、グエンラナイスバッティングです。ピンチを広げています。初球空振りから打った、ボテボテのショートゴロ、坂本取った、セカンドフォースアウト。9番1点入りました、6対1。バッターは8番バウティスタ、ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。さあ次の投球、低めのボール引っ掛けた、坂本ボールを取る、あっと送球それた、記録はショートのエラー、ショートのエラーです。ロドリゲス、まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第1球投げた、ストライク。ファーストランナーをちらっと見て投げました、決まった、ストライク。さあツーストライクと追い込んだ。一塁へ一つ牽制球を送りました。もう一度一塁牽制球です、タッチセーフ。投げました、これは引っ掛けた、ピッチャーの頭上をフラフラっと上がっている、取って、これで3アウトチェンジ。6回の表が終わって6対1、キューバリードを5点としています。日本この回は上位打線から始まります。先頭バッターは坂本、ここまで2三振といいところがありません。第2球投げました、2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、ストレートはボール。
次が5球目。投げた、打ったいい当たりだ。センター前ヒット、クリーンヒットです。坂本いいバッティングを見せました。初安打。第9投げた、インコース高めいっぱい、ストライク。まずは見送りました。投球これから2球目、完全に外れた、ボール。投球は3球目、投げた、3球目ストライク。次が4球目、投げた、ボール。投げた、空振り三振。バッターは4番鈴木、今日はセンターフライとサードへの併殺打。投げました、見送ってボール。第2球、危ない球。投球は3球目、投げました、ボール。第4球を投げました、4球目ストライク。第5球投げました、よく見た、フォアボール。チャンスをものにできるか。第9投げました、見送ってストライク。第2球投げた、インコース引っ張った、打球はライト右へ、これはヒットになります。坂本三塁回った。日本点差を4点に縮めました。吉田タイムリーヒット。日本なおもチャンスが続いています。日本やりました。ここから反撃が始まります。右バッターボクサー6番山田、今日はセンターフライとファーストゴロ。第9打ちました、初球打ち、これは犠牲フライになるか。掴みました、これでツーアウト、ランナーは一塁三塁、変わりません。第9投げた、ボール。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、破っていった、ボールは中継。日本点差を3点に縮めました。先ほどのプレーです。バッターは8番甲斐。第9ボール。第2球投げた、空振り。第3球を投げた、打った、流し打ち、ファースト左へのゴロ。ロドリゲス取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。中盤まで終了しまして6対3、日本この回2点を返しています。試合は終盤7回に入ります。トップバッターはベレス、今日はここまで3打数1安打1三振。投球これから2球目、ストレートはストライク、少し迷ったか。第3球は打ちました、回落下点に入った、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番イグレシアス、今日はツーランホームランを打っています。第2球投げました、打ちました、これはショート正面、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番エスカローラ、今日4度目のバッターボックス。ファールボール。第2球投げました、打った、セカンド左、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。岩崎三者凡退に抑えています。7回の表が終わって6対3です。代打は栗原。第9投げました、初球空振り。キューバ、ここは引っ張りに警戒します。第2球ボール。投球は3球目、投げました、アウトロー、ボール。次は4球目、投げました、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。キューバ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。さあ6球目、際どい球、選んでフォアボール。先頭バッターフォアボールで出塁します。第9ストライク。第2球完全に外れた、ボール。
一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ、投げた、打ちました。一二塁間抜いていった、ボールは中継、柳田ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。第9ボール。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、決まってストライク。投球これから4球目、ツーシームはボール、インハイへ投げた、引っ張った、ファール。次が6球目、投げた、ボール低め。第7球は外角低め外れてフォアボール。これで塁が埋まりました。第9投げました、危ない球。第2球投げました、ボール外角高め。第3球を投げました、インハイ見送ってストライク。投球これから4球目、ボール。次は5球目、投げました、5球目ストライク。投げました、打ちました、いい当たり、センター前クリーンヒット、三塁ランナーホームイン。日本点差を2点に縮めました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ロドリゲス降板、マウンドに上がったのはソリス。ホームランで逆転のピンチで登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。初球高速スライダー空振り。第2球投げた、ボールアウトローへ。第3球打ちました、レフトへの当たり、ヒット、レフトバックホーム。日本さらに1点を返しました。日本見事チャンスをものにしました。これでチームに勢いが増すことでしょう。リプレイをご覧ください。今日2本のヒットを放っている吉田、ネクストバッターサークルに控えているのは山田。1球目ストライクから見送ってストライク。第3球を投げた、打った、センター前進してくる、取りました。これでワンアウト、ランナーはフルベース変わりません。第9流し打ち、どうだ、これは犠牲フライになるか、掴みました。これでツーアウト、ランナーはフルベース変わりません。第9インコース低めストライク、いきなり155キロ。第2球投げた、打ったに当たりはセンターへの打球、ヒット、センターバックホーム、近藤タイムリー。これで今日は4打数の2安打。さあ先ほどの同点の場面です。今日は安打を放っています。バッターの甲斐、大きな声援が届いています。投げた、スラウバーボール。第2球2球目空振り、インコースのボール球に手が出ました。第3球インハイボール、投げた、流し打ち、取りました。これで3アウト。7回までが終了しまして6対6、日本ようやく同点に追いついています。岩崎降板、ここでマウンドに上がったのは伊藤、今日3番手としてマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。投げました、初球決まってストライク、まずは決めてきました。初球ストライクから第2球スライダーボール、投げました、スライダー見送ってストライク、変化球にキレがあります。投球これから4球目、打ちました、第5球投げました、外角高め、ボール。さあ6球目投げました、高め際どい、ボール。第7球を投げました、打った、抜けた、トレアルバ、いいバッティングを見せました。
さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは5番アロンソ、これが4度目のバッターボックス。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、危ない球。さあ4球目打った、引っ張った、スタンドに入りました。ファール。一塁牽制、タッチはセーフ。第5球投げた、打ちました、ライトへ飛んだ、ライト前に出る、ヒットになります。セーフ、二塁はセーフ。アロンソナイスバッティングです。日本ピンチを迎えます。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。日本外野は浅めの守備を取ります。初球を打ちました、ライナーだ、ライト前ヒット、ライトバックホーム。グエルラいいバッティングを見せました。日本なおもピンチが続きます。バッターは7番フリアス、今日2打点を挙げています。投球これから2球目、見送ってボール。投げた、高めストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、危ない球。投げました、打った、流し打ち、村上バック、ファウルボール。投げました、外れた、ボール。第7球を投げました、打ちました、1、2塁間への当たり、セカンドから1、日本ここで勝ち越しを許します。キューバやりました、これで勢いがつきそうです。ランナー2人を置いて迎えるバッターはバウティスタ、今日はここまで3打数ノーヒット。投球これから2球目、2球目空振り、投げました、ボール。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、取りました、これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。第9投げた、外角低め、見送ってストライク、キレのある変化球。第2球投げた、打ちました、ファール。第3球を投げた、153キロ直球、空振り三振。クレスポ全くタイミングが合いません。8回の表が終わって7対6、日本1点をリードされています。ソリス降板、マウンド上はメネンデス、今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第9投げた、見送ってボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げました、打った、サード右、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って柳田、今日はここまで4打数1安打。投げました、カットボール決まってストライク。1球目ストライクから投げました、カットボール空振り、バッター追い込まれました。第3球はインコースいっぱい、見逃し三振。ここは速球で仕留められました。第9投げました、初球打った、バウティスタ掴んだ、記録はヒットになりました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。先ほどのプレーです。バッターは3番村上。第9投げました、決まってストライク。第2球決まってストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、カットボールはボール。次は5球目投げた、アウトコース低め、外れてボール。
第6球をランナースタートを切った、流し打ち、どうだ、ファウルボール。第7球を一塁ランナー自動的にスタート、三振。8回の裏が終わりまして7対6、キューバ1点リードは変わりません。伊藤降板、マウンド上ピッチャーは千賀。最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。ボール。第2球投げた、打ちました。鈴木余裕があります、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番イグレシアス、今日5度目のバッターボックス。投げた、ボール。投げました、2球目ストライク。投球は3球目、投げました、打ちました。坂本ボールを掴んだ、記録はヒット、記録はヒットです。さあリプレイです。バッターは3番エスカローナ、これが5度目のバッターボックス。まずは一塁牽制、タッチセーフ。投げました、外、ストレートは外れてボール。第2球投げました、打ちました。第3球を投げました、外れた、ボール。投げた、4球目空振り、タイミング合いません。第5球投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでライトへ、取りました。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げた、見送ってボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球投げた、アウトコース高め、外れてボール。第3球をランナースタートを切った、キャッチャー二塁送球、間に合うか、タッチはセーフ、盗塁を許します。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。日本外野は浅めの守備を、あっと、いった、素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイをご覧ください。バッターは5番アロンソ。第9球初球フォークボール空振り。第2球投げた、またも空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール。投げました、バッターの足元。次は5球目投げました、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。9回の表が終わって9対6、日本貴重な2点を奪われています。9回の裏、3点を追いかけます。日本攻撃に入ります。先頭バッターは鈴木、今日はここまで3打数1安打。第2球投げました、打った、ファール。投球は3球目投げました、引っ張った、レフト前ヒット。鈴木ナイスバッティングです。バッターは5番吉田、今日はここまで4打数2安打。投げた、決まった、ストライク、まずは見送りました。第2球打ちました、ボールはライナーに右中間へ、ヒット、ボールは中継、吉田いいバッティングを見せました。今日これで5打数3安打。第9球投げた、初球から打ってった、これはゲッツーか、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。ここは意地を見せてほしい。ここまで2安打の近藤、流し打ち、ボテボテのサードゴロ、アウト、試合終了です。日本敗れました。さて本日のヒーローはトレアルバ、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は9対6、
日本残念ながら敗れました。勝利投手はソリス、敗戦投手は伊藤、そして西武はメネンデス。日本今日のゲームは残念な結果となりました。次のゲームに期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で、明治神宮野球場からお伝えいたしました。